最近ダイソーで新発売されたこちら底面吸水ポット、こちらを使って先日ハイドロカルチャーを仕立ててみました。とても良かったので今日はね、こちらのフィロデンドロンバーキンを使ってこちらも、ダイソーさんで購入した300円の苗になります。300円でバーキンが買えるなんてもう大喜びしています。そしてあとバーキンは水の吸いがいいというか、あのパキラと比べますと、あの水が大好き、お水の吸いも早いので、今日はねこちら、前回は中粒を使いましたがハイドロボールの小粒を使って仕立ててみようと思います。では早速始めます。土を外していきます。袋から出して軽く揉みます。その方が根がね切れない、傷まないので、そーっと丁寧に揉みほぐしてあげてください。硬い鉢の場合はね、なかなかそうはいきませんが、柔らかい鉢の場合はほらこんな感じです。そしてそーっと逆さまにすれば、はい、土がポロポロと簡単に落ちてきました。根はこんな、根はねこんな感じでした。もう少し土を落として、ハイドロカルチャーにするにはやはりね、土が少しでもできればなんですけれど、苗を傷めてはもちろんダメですよ。傷めない範囲でできるだけ土を外してあげた方がうまくいきます。あとはお水で土を流してきますね。土を水で落としてきました。そして使うポットはこちらになります。こちらは外すと2層になっているので、ハイドロカルチャーにも向いているかと思います。ではこちらにハイドロボールを入れていきますね。よいしょ。ハイドロボールはよく水で洗ってから使ってください。細かい水を流して、そしてハイドロボールの中にお水がよく染み込むような感じ、お水が染みていることを確認して使ってください。では仕立てていきます。苗の高さを見てハイドロボールを入れていきます。それだけです。とても簡単ですよね。水やりのやり方について、ここに水やり用のね穴がありますが、ここから、こうやって浄土などで普通はお水をあげるようですが、ちょっと入れにくいので、植え替え直後は、私の場合このように置いて、お水にメネデールを植え付け直後は入れています。それを上からよくかけ流し、下からよくお水が出てきてますよね。こちらには上からお水をねちょっと入れてしまいます。でこれでよく切って、こんな感じでお水を入れています。先ほどよく根を洗って仕立てましたが、やはり土が少し残っています。なので初めの水やりをすると下の方に土がちょっと残って出てきたりしますので、早めに水替えをしてあげると良いと思います。通常の水やりは私は今の季節ですと3、4日に一度交換しています。こちらの
ポットを外して中の水を交換し、そしてこの上からもお水をさーっとかけ流してあげるとハイドロボールが洗うことができるので、とても衛生的で良いと思います。詳しい水やりの方法はもう動画になっていますので、よろしければそちらの方もご視聴ください。植え替え直後は急に明るいところに出さないでください。少し暗めのところに置いて少しずつ明るさに慣らしてあげてください。好きな場所はレースのカーテン越しの明るい優しい日差しの入るところです。